はい、インドの日本語教師の皆さん、こんにちは。このビデオは、国際交流基金ニューデリー、日本文化センターのオンデマンド、日本語教師研修のビデオです。このビデオでは、Google スプレッドシートの基本的な関数を使って成績管理をする、方法をご紹介します。あ、ちなみにこれは公式サイトですね。はい。まず最初に、ちょっとこれを動かします。はい、まず最初に、この以下のリンクを開いて、これをですね、開いて、私が作ったデータがありますので、その成績表をコピーしてください。このように、このような画面ができますので、メーカーコピー、これを押します。はい、そうするとですね、このように、まあ、人名と、まあ、点数が入った、これ架空のデータですね。もちろん本当の、試験のデータではありません。私がランダム関数を使って、作ったデータです。はい。それで最初にですね、ここに日付を入れる方法をまずご紹介したいと思います。日付も、いちいち手でやるよりも、毎週1回のコースだったらとても簡単に日付を入力することができます。はい。まずここに今日の日付を入れてみましょう。今日は2020年の11月17日ですから、このように書きます。はい。で、その右側の C2 の、セルにですね、このように書きます。イコール B2、これをクリックすると B2 というのが自動的に入りますから、プラス7。はい。そうするとですね、この、この B2 の、1週間後の日付がこのように入力されます。で、これをずっと F2 まで引っ張ります。そうすると、週に1回の、テストの、そのテストを行う日付がこのように、入力することができます。はい。では次に、このプラバースさんの5回の試験の平均点をここに入れてみましょう。はい。ここにイコール、アベレージ。はい。で、括弧開きます。アベレージは平均ですよね。平均。で、どこの平均を出すかということをここで示します。これはプラバースさんの成績ですから、ここまでですね。つまり、B3 から F3 までです。それがこの意味ですね。そして、括弧を閉じます。はい。このように、プラバースさんの平均点は28点であるということが分かりました。はい。で、ここにチェックを入れると、自動的にここに同じような、平均点を出すファンクション、関数が入力されます。入れてみますね。はい。はい。このように、全員の平均点が、計算されました。ここにあるのは、ここにエラーが出ていますが、なぜかというと、ここの、データがないからですね。このデータはそれぞれの回の平均点です。では、同じように、ここにも、この11月17日のテストの平均点を入れてみましょう。やることは全く同じで、範囲をここにするだけですね。イコール、アベレージ、カッコ開いて、B2 から B9 まで、カッコ閉じる。はい。これで30点。この11月17日のテストは30点でした。同じようにこれをこちらまで引っ張ってコピーします。はい。これで、それぞれの回の、試験の平均点がわかりました。この11月17日が一番難しくて、12月1日のが一番簡単だったということがこの試験からわかると思います。はい。では、このビデオではここまでにします。次に合否と順位の、計算の仕方をご紹介します。失礼します。さようなら。